斉藤さん行きましょうはいじゃん消食になりたいはい、はい、消食になりたい消食になりたいあの本当に怖いくらい食べるんですよねあら多分惹かれるレベルで食べるんでちょっとあのもうちょっとあの消食というか胃にものを入れないようにしたいなって思います何が好きなんですかチョコレート チョコレート。ーチョコレートが好きです、ね。誰か斉藤さんが、こう爆食いしてるのを目撃したことがあったりする人います。<laughs> あ、私。あります。いるんだ本当に引くぐらい。<laughs> <laughs> もう、僕びっくりするんですよ。なんか、一日遊んだ時があって。朝、あの、スープを飲んでて、春雨の。 でそこからラーメンを食べ豚骨ラーメン食べに行って、うん、でたこ焼きも食べた後にちょっとまだお腹空いてるからカレーうどんつきあってみたいな <laughs> いっていうのを昼までに終わらせててあもうすごいと思って、はい、こんな食べる人初めて見ましたそうなんですそうですか、はい、これはもう自分の中で決めるしかないんですかね、はい、そうでですすすねだかから食、うん、食べべます皆さんって食べる人ですか 食べます食べます食べます食べる人朝食の人にちょっと話を聞きたいなと思いますね朝食の人ひよりちゃんとかどう朝食じゃないか私結構食べますよ多食タイプだはい多食朝食の方に何かアドバイス聞きたい探しましょう朝食のでも監督朝食って言ってましたよねあそうなんですかあそうなんだ我慢する確かにそれが一番いいっすね先生ですねすちょっとと我慢したいい思ま 我慢でした。はい、はい、頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。<laughs>